はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズの第22弾をお送りします。で、今回は11問ありますので、まずここで動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。まあ、じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。はっ、あ、もうちょい、もうちょい、はいよ。じゃあ行きますか。で、問題文はね、いつも通りツイッターにも貼っておきますので、まあ、使うようだったら使ってください。で、参考記録は3分25秒でした。前回ミスりましたけどね、今回はなんとか大丈夫だった。じゃあ行きましょう。ちょっと消えちゃったけど大丈夫だね。じゃあ最初は計算が続きますので、ガンガン行きます。ここ、まあ、カッコの前にマイナスがあるんでね、それをプラスに変える代わりに、カッコの中の符号も一緒に変えちゃおうぜっていうイメージ。だから1プラス3になるから、1番は4で OK。でね、2番早速ね、もう分数ですよ。私をね、倒しに来てる感じがしますけど、前回ね、ちょっとミスったんで、今回ね、何回も解きましたけど、まあ2と、ここは3分の1ですね、がくっついてる。だから、だから、2プラス3分の1をすればいいのね。両方 A だからさ。で、2は通分、通分する必要があるので、2を1分の2って考えれば、下に3かけて、上に3かけると3分の6ですよね。2っていうのは。だから、3分の6足す3分の1なんで、3分の7で A を忘れずにつけて、これで OK です。じゃあ次、カッコですね。4をまずこことここに配るので、掛け算でね、配って、8x-4y。マイナス3をこことここに配るんで、-3x-3y となります。で、x 同士計算すると 5x。y 同士計算すると -7y。 ちょっと狭くてごめんね。これで OK。で、次行きましょう。で、まあ、これ、2乗ちょっと消えかけして。2乗の普通の公式で解けばいいだけなんですけど、ここにね、x のとこに係数、数字がくっついてると、ちょっと、んって思う方もいるので、一応確認します。下が空いてるから、これもともと、教科書とかでやるときは、この公式ね、カッコの2乗、まあ、真ん中がプラスバージョンのやつ。で、一応これ公式書くと、自分がよく言うのは、まず左側、まあ、x と y っていう左と2個のパーツって言い方をするんですけど、x のパーツ、これの2乗ね。で、最後は右のパーツの y の2乗来るんですけど、真ん中に来るのが、まあ、x と y とここの2をかけなよっていう。で、まあ、プラスなんで、プラス 2xy なんて言い方をするんですけど、まあ、これが公式なわけですよ。で、同じようにやればいいだけだから、左側のパーツが 3x でしょ？それを2乗するんだから、3も2乗して 9x2 乗になります。で、次は、こことこことこれをかける。つまり、3x と1と2をかければいいんだよね。で、3、2が6になるから、プラス 6x。で、最後は右のパーツ、1の2乗だから、プラス1で、これで終了です。でもね、今まで10公式やっていく中で、やっぱりね、ちょっとこう、いつも使ってる形と変わると、あーなんか間違えるっていう子はいるんだよ、実際。で、そういう時にちょっとおすすめなのは、まあ、なんだろうね、若干時間かかっちゃうんだけど、このカッコの2乗っていうのは、結局、3x プラス1っていうカッコを2個かけてますよって意味なんだよね、2乗っていうのは。で、こう書き換えて、よく言うね、無敵の技ですよ。全部掛けっていう。3x と 3x、ここ掛けて、3x と1掛けて、1と 3x 掛けて、1と1を掛けるの。そうすると、ちょっと、ごめん、時間かかるけどやるよ。ここ掛けると、3x と 3x で 9x2 乗。外の部分掛けると、プラス 3x。中掛けると、プラス 3x。右と右掛けると、プラス1なのね。で、3x と 3x が 6x になるから、結局これと同じになる、ちゃんと。ってやってもいいです。計算ミスが不安な方はね。ただ、今やったように若干時間取られるんで、まあ、
できればね、普通にこうやって慣れてもらえるといいなとは思いますけど、そこは無理強いするところではないので、まあ、好きな方を選んでください。で、次が因数分解です。で、因数分解っていうと、カッコ2個作ろうみたいなのが一番よく出てくるんですよね。だけど、まあ、このパターンもよく出てきます。で、止まるんです。慣れてないと、あれなんだろうみたいな。何できんのみたいな。なるんですけど、因数分解っていうのは、一番初歩な技、初歩とか最初に習う技は、くくり出しなんです。くくり出し。それは、この 4a2 乗、こいつと、まあ、マイナス 12ab、2個の項があるので、それぞれ共通のものを前に出すんです。で、例えば、こっち A2 個あるよね。こっち A1 個あるから、A っていうものを1個ずつ共通、両方に持ってるから前に出せるんですよ。あと、数字も、こっち4なんで、まあ 4×1 って考える。12を 4×3 って考える。これ掛け算で考えてね。その時に4っていう共通のものを持ってるから、それも前に出すんです。だから、さっきの A と4を出して、4A と、共通のものを前に書きます。で、カッコの中に残ったものを全部書く。例えば、この 4A2 乗から 4A 取ったら4なくなるでしょ。まあ1が残るけどさ。で、A が2個あったんだけど、1個取っちゃったから、ただ単に A が残るんだよね。こいつからは。で、こっちから 4A 取ると、まあ、3が残ると。で、B も残るよね。で、あとマイナスもいるから、マイナス 3B と。これが残る。で、これが答えなんです。くくり出しっていうのは因数分解の技の一つなので、不意に出された時に、ペンが止まらないようにね、慣れておいてください。まあ、こんな感じです。で、次が連立方程式ですね。まあ、X 揃えるが楽かな。まあ、Y 揃えても構わないんですけど、じゃあ上の式に2をかけて X を揃えます。じゃあこっち書こうか。上に2をかけるから、4X プラス 2Y。で、忘れずにね、右側にもかけてください。で、下はかける必要が今回はないので、そのまま書きます。で、X 消したいから引き算すると、5Y イコール、暗算でもね、マイナス10と。で、5で割れば y イコールマイナス2となります。で、これを、まあ、上の式のが簡単かな。y のとこにマイナスに戻してあげると、2x、ここにね、マイナス2だから入れて、こう。2x イコール6になるから、x イコール3。つまり、x イコール3、y イコールマイナス2と。これが答えとなります。で、いつも言いますけど、連立方程式、合ってるかどうかの確認ができるので、この出てきた答え、3とマイナス2っていうのを、上の式と下の式、両方に入れて、例えば、じゃあ下の式やろうか。x に3入れると、試算12。y のとこにマイナス2を入れると、マイナス3かけるマイナス2なんで、プラス6。で、右側はイコール18。ここ、18ですよね。18イコール18になってると。これを今、今やんないけど、上の式も確認してもらって、両方成り立ってたら絶対に合ってます。下の答えはね。もちろん時間を取られるので、当日、時間との相談にはなりますけど、まあ、もし余裕があれば、ぜひね、確かめの方もやってみてください。で、7番ですね。内角の和です。で、まあ、これは、今回、七角形か。で、内角の和なんですけど、公式。が、180、まあ、かける、まあ、カッコ N-2 と。これが習う公式です。で、N っていうのは何角形っていう数字。今回7なんで、ここに7が入る。つまり、180かける7-2なんで5。つまり、900度っていう、これが公式ね。内角の和っていうのは。まあ、ぜひね、覚えておきましょう。で、8番が、二次方程式ですね。で、これはもう、シンプルに因数分解ができるので、ちょっと待ってね。かけてマイナス12、足してプラス1になる数字のコンビを探します。で、まあ12なんで、まあ62か43でよく使うんですけど、今回は、43ですね。試算12で持ってって、足してプラス1にしたいので、
こっちをプラス、こっちをマイナスにすることで、かけてマイナス12、足してプラス1ができると。で、こうなったから、答え、ちょっと狭くなった。x イコール、これの、まあ、符号を変えたものだね。マイナス4とこれの符号を変えた3。この2つが答えになります。いいかな。で、次9番です。まあ、ルートが入ってるやつですね。で、これは、x をルートの形に直すパターンでも、まあ、自分もよくそれでやったりするんですけど、まあ、楽なのは全部2乗しちゃうのが、考えやすいかなと思います。個人的には。なので、これ全部2乗するの。ここもここもここも。で、そうすると、ルートっていうのは、2乗したらルートが外れるんですよ。だから単純にここ2になる。で、これ19になります。ルート外れて。で、真ん中も2乗するんで、当然 x の2乗に変わります。こうやって。つまり、今、x が例えば1って入れると2乗しても1でしょ。でも2と19の間にいないじゃないですか。でも、x に2を入れれば、2乗したら4でしょ。4っていうのは2と19の間に入ってるから OK なんだよね。じゃあ3はって2乗したら9入ってる。4は2乗すると16で入ってる。ただ5になると2乗したら25なんで19より出ちゃうから入ってないんだよね。つまり今言ったように2と3と4の時この中に X が入ってくれるので答え X イコール、ちっちゃい方からかけて言ってるからね。2、3、4。まあ、回答欄は2、3、4でいいと思いますけど。これが答えになります。まあ、小さい線で全て書きなさいだから、ここはあえて書かない方がよかったね。よいしょ、こうだね。で、まあ、今回一番まあ、苦手な子、特に女の子でね、苦手な子が多いのが10番です。空間図形ですね。まあ、展開図がありますと。で、あれを組み立てたときに、あと、あの面ね、面、あと、垂直になる。面を答えなさいってやつです。で、まあ、どうだろうな。まあ、男女でっていう話ではないと思うんですけど、自分もあんまり得意じゃないんですよ。こういうの頭の中で組み立てるのが。これ結構得意不得意分かれるとこなんですが、個人的だよ。個人的に思うことはね、頭の中で組み立てるんですよ。ここからここまでに。で、大体、こういうのは問題用紙に書いてないので、自分で書きます。適当に。ね、立方体を書くんですよ。そしたら、アルファベットじゃねえや、ごめん。あいうえおか、これを埋めていくの。で、スタート地点が大事で、あとか、かっていう端っこから始めると辛いです、基本的には。そうじゃなくって、自分は、うとかえ、特に俺、うから始めるんですけど、こっから始めて組み立てていきます。で、自分がよくやる方法は、このう、ここね。これを下の部分で固定して組み立てていくの。ここをうってしてね。で、どう組み立てるかっていうと、うが下に来ます。そうすると、奥をこう折り曲げてくるので、奥側がいになる。ちょっとわかりにくいんで、奥って書いていい？奥がいなんです。これ右っぽく見えるね。ごめんね。まあ、奥がいな。書いてもわかるかな？いいってね。で、まあ、こうやって説明してもね、苦手な方分かりにくいと思うので、拙いものですけど、一応作ってきました、これ。これね、展開と同じです。ちょっとこの辺の方がいい。で、今、このうです。これを下にしたかったので、下にちょっと見にくい、ちょっと斜めにするけどね。だから、奥のやつをこう折り曲げてくるから、いが奥に来るでしょ？ピーって。で、その時に、ぜひ、頭の中で、ここでできるようになってほしいのが、いを持ってきたら、このあが左側に来るんです。折り曲げると。ここができてほしい。こういう感じ。わかるかな？いとあが。だから、今、まあ、今回のね、主役じゃないけど、あがこうやって左側に来る。これ塗ってもわかるかな？ここにね、あが来ますと。で、今回の問題は、このあと垂直な面なの。で、垂直な面っていうのは、ちょっとね、立方体じゃなくてごめん、ティッシュでやるよ。まあ、でも同じなんで考え方は。今、左側に、あが来るとするじゃん。ここね。俺の左手のここ。これが、あ。これと、垂直な面っていうのは、ここと、上と、下と、奥。もう、だから横の周り、これ全部こう。イメージは、それを下にしたときに、こう、立ってる部分が全部垂直なの。ここ、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 4つ目。で、上はこれ平行ね。平行の関係。だから、言ってしまえば、あの、反対側の面が分かっちゃえば、ここら辺全部答えなんだよ。横に来るから。
全部もし埋まらなくてもね。で、今戻りますけど、こうやってあったじゃん。で、いいあって組み立てたでしょ。じゃあ、あの反対側が、反対側が分かりたいと。そしたら、だってここ、こうやって折ってきたら、絵が右に来るよね。見える?絵が。ここね。絵がね。だから、右が絵だと。で、ついでにやると、ついてきて、おが蓋するんです。上にこうやって。お、見にくいね。ごめんよ。ちゃーおが、こうね、蓋する感じ。もう一回開いて復習すると、うがあって、絵が右に来る。その、ついてきたおが蓋をする感じ。いいかな?だから、色が散った。よいしょ。右に絵が来て、上に尾が来る。で、残ったかが手前だよっていう感じ。いい?でもさっきも言ったように、垂直ってことを聞かれてるので、絵だけが違うんだよ。あの反対側、平行だからね。では、それ以外の答えを書きます。間違っても、ああ、書かないようにね。絵を描きたくないんで、いと、うと、おと、か、これが今回垂直の答えになります。もし平行って言われたら絵を答えてください。よし、また長くなっちゃってごめんね。最後行きましょう。確率だよね。1,2,3,4,5 の数字があるカードがあると。で、よく切って2回続けて、まあ、ポンポンって引く感じで2個ね。ポンポンって。引いて、引いた順に並べて2桁の整数を作ります。この2桁の整数が4の倍数である確率を求めなさい。なので、もう樹形図で行きましょう。まず1が出るときです。で、今回1、1は出ることがないので、1、2、1、3、1、4、1、5。まずここ大事ね。1、1がないっていう。で、もう一個大事なのは、2のときに2、1を書かなきゃいけない、今回は。もちろん2、2はないでしょ?で、なんで2、1書かなきゃいけないかっていうと、1、2の時と2、1の時は区別されるから。だって12と21だからね。同じことではないので書いてください。で、3の時が3、1、3、2、3、4、3、5。右側、いける。4の時が4、1、4、2、4、3、4、5。これ下行こう。で、5の時が5、1、5、2、5、3、5、4と。はい、これ全部です。で、全部で、4、5、20だから20個、枝が出ました。だから、答えは20分の、です。で、あとは、4の倍数になってるところを探す。これをね、気をつけて探せばいいです。12が4の倍数。あとは、ない。24、ない。32、ない。で、4のところはないんだよね。41、42、43、45は全部4の倍数ではないので。で、ここは51で52だね。で、53、50はないと。つまり、全部で4個ありましたので、20分の4。忘れずに、約分して、5分の1。これで、正解となります。はい。では、今回は、高校受験対策の支持シリーズの第22弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では引き続き、まあね、もうすぐ受験ね、公立本番の方多いと思いますけど、大体まあみんなが終わる頃までは続けて撮っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。